はい、どうも皆さんこんにちは、永井です。本日はまあフランクリンでやっていくんですが、このプリント T シャツを手に入れる方法をお教えしたいと思います。このチルドレン・オブ・ザ・マウンテンっていうちょっとカルト教団なのかな、の T シャツなんですが、これを手に入れる方法というわけで、これ手に入れちゃったんで一回ちょっとデータをロードします。これかな、ロード失礼。もうね、だいぶ風邪の方も治ってきたんで、この前それ言ったらその途端に咳込んじゃったんですけど、まあ風邪も治ってきました。そうですね、ちょっとロード長いんで、ちょっとなんか今日7月10日なんですよ。でちょっと風が強くなってきましたね。エスニックファミリーもうそろそろ来る、はい、来ますね。エスニックファミリーっていうのは、この前も言った通り台風一家ですね。台風の一家、エスニックなファミリーで台風一家、くだらないですよね。こういうことばっか考えてるんですよ、いつも。ロード長いですね。あ、この今ちょっとマイクの近くに、あ、来ました。じゃあまず、うお、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、そんなつもりなかったの、ちょっとごめんね。ちょっと呼び込みですね、この格好は。キャバクラの呼び込みのあんちゃんみたいですね。まず、じゃあウェブサイトにアクセスするんですよ。そのウェブサイトってのがここで、検索するんですか、 DIVINE ですね。ディバインです。で、検索すると、ここに出てきます。マイディバインならってのをクリック。はい、クリックヒアをクリック。すると、この変なアンケートみたいなのが出るんですよ。まあ、ここから連想できるものを選びなさいみたいな感じなんで、適当に選びます。全部選びます。選びます。選びますの選びます、選びます、うるさいか、選びます、選びますって。よいしょ、あら、あ、すいません、画面固まりました。なんか最近調子悪いんですよね、これ。よいしょ、はい、治ります、治りますじゃねえよ。選ぶ、エクストリームスポーツ選ぶ、はい、でクリックヒアってやりますと、まあ一回出ます。するとちょっと E メール届くんですよ、しばらくすると。はい、届きました。これを届くので E メール確認、これか、こいつを開きますと、ここにパスワードですね、 Your Stage 2 Password is Futility っていう愚行って意味ですね、 FUTILITY っていうのを、まあ、パスワードを教えてくれるんで、またサイトに飛びます。あ、やばい、スペル覚えてねえよ。噛んでいきましょう。フューティティ。フューティーリーティーと。これ合ってんのかな?ポン。で、エンター。はい、行きました。行きましたので、ここで、まあお金かかっちゃいますよ。199ドル今かかります。はい、ボンって行きますと、はい。並び替えろっていう、これ多分ディバインですよね。これわかるんですよ、ディバインってのわかる。この次が鬼畜なの来ますからね。ディバインって聞くと、ん、あ、ちゃう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 、全然違う、ちゃう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 、違う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 、ちょっとぐだりましたぐだりました。喋りながらやってるとなんか変なになりますよね。N と E が逆、リバイン、うん、で、これ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 分かりませんからね、もう分かりません、ほんと。何でしょうこれ、これもう分かる方います?多分ネイティブだったら分かるんでしょうが、私には分かりません。英語の成績そんな良くないんでね、ほんと。はい、終わっちゃいました。
多分全部行ったらここで終わりなんでしょう。ここで多分手に入ると思うんですが、ステージ2に飛ばないといけない。その時にはまた4999ドル必要になっちゃうんですよ。はい、はい、ステージ3はなんか変なの、こういうおっさんの説明がずらーっと並んでるだけなんで飛ばしましょう。お前誰やっていう感じの、お前も誰やって感じの、また誰やってのが出てきますね。でお前も誰だっていう、でまた最後に変なのが来ておしまいっていう。するとまた今度しばらくすると E メール届きます。はい、また待ちましょう。はい、届きましたんで確認します。するとまたパスワードきますね。アクチュアリティですね。 ACTUALITY、 これ覚えないとね。アクトに UAL に ITY で、UALITY、 そこだけ覚えらんないな。 UALITY でしたね。 UALITY ですよ。アクトの UALITY ですよ。アクトの U の A の L の ITY ですよ。自分に言ってますこれ。 ITY、 これすぐ忘れちゃうんで、アクチュアリティ OK、 これでエンターってやりますと、はい、今度はもうかなり取られます。もう宗教団体なんでね。4月16日なんですね今日は。はい、でこれでこれが、まあ、質問されるんですけど、この全部 true で答えないといけないんですよ。これ fails ってやると次に行けないんですよ。ほら honesty って出ちゃうんです。マジでみたいな感じの。はい、 true っていう、はい、もうこの true ですよ。 true です。 true のダダダですよ。ガールフレンドがいなくても true です。いないんです。ごめんなさい、男子校なんですよ私言ってるの。だからゲイなんです、嘘です。はい、これでクリアかな。はい、フランクリン・クリントン終わりでやるとまたメッセージ届くんですよ。はい、届きました。これでもう完了です。これでお家に帰って、あのクローゼットに行くと届いてるんですよ。というわけで行ってみましょう。早速、もうちょっと近くでやりゃよかったですね。よいしょ。いやー、ほんとこれで手に入るんで、ただしかなりお金はかかります。最初199ですよね。まあ200としましょう。次4999ですから5000ですね。2500ですね。で次9999ですから1万ですよ。1万、5000だ。15,200 ドルかかります。すごい高いですよこれ。クリアしてお金に余裕がある方はね、やってみてはいかがでしょうか。というわけでっていうところで、本当はクローゼットにいたら素晴らしいですよね。ただですね、さっき道間違えたっぽいな。ただこの動画ではそんなうまくはいきません。あ、でもね、私ね、自慢じゃないですけど、小学校の時のあのプレゼンみたいな時で、あのぴったり日を取りましたよ。あの3分でお米のプレゼン しようみたいな感じの授業でして、その時のプレゼンでもってぴったり3分で終わらせましたよ私。すごいでしょ。偶然ですけど。というわけで着きました。やったー。これなんでこんな遅い車だったんだろう。はい、呼び込みのあんちゃん行きます。これね、急ぐ時はこう外から行った方が早いですよね。よいしょ。ダーッと行って。I gotta train your ass to use your John shop. That's a big ass pile of shit. はい、着きました。やった。行きますと、ほら、T シャツのところに星つくんですよ。で、一番下に、はい。どうです？ダサいでしょこれ。あんましこれ欲しいなって人はいないかもしれませんが、まあネタにはなるでしょうからね。ぜひぜひお金があってかつ暇な方はやってみてください。ではでは、本日はこの辺で終了したいと思います。
えー